そう、三笘薫さん、結構いいパス出してるのに全然アシスト数が少ない。こんなにすげえパス出してるのに未だにリーグ戦やっとにアシストだぞ。信じられないだろ。ペナルティエリア内、ドフリーで枠すらいかないシーン多すぎて三笘はもっと切れていい？おかしいな。ブライトンの得点力ってプレミア上位なんだけどな。三笘のパスはわざと外すのか？まあ三笘ちょっと遠慮しすぎには感じるな。味方とコミュニケーション取るの上手いタイプじゃなさそうだし、にゃんともこんだけやって、ちぐはぐなのはちゃんと会話してないでしょ。しかも前回のアシストはいつなのかというと、10月29日の、チェルシー戦でトロサールがゴールしたやつなんだ。今のメンバーでリーグ戦で、誰もそれ以降三笘のパスを決めていない。まあ実際はアシストにカウントされなかっただけで、実質アシストから3ゴールくらい生まれてるんだけどね。こんなにパス出してるのにアシストつくの5ヶ月ぶりって普通にヤバいだろ。ピニャンが上がりすぎて、三笘が守備してんのおかしいだろ。ようやくマクアリスターと三笘がインスタフォローし合ったな。ほんまやん。アシストもらってからマクアリからパス増えたし、一体何なんだ。ご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。